今夜もどこかの日々のストレス溜めた人たち、くすっと笑おう。ブラックバラエティ国の時間、国の時間始まるよ。本日のプログラムは貧乏人の工夫、借金リメイクね。聞こえが悪いから、タロットで一言、タロット占い、なんでか当たってるっていう人もいるんだから、ひょうきん白塗りブラザーズ、ピエロね。あながち間違ってはないけど、ピエロね。さあ、ということで本日も国の時間、最後まで皆さん楽しんでってください。チャンネル登録しないと知らないよ。何もないから安心してみてね。さあ行くぞ。まずは100円のブックボックスをアクリル絵の具で汚します。スポンジでポン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 するとリアルに汚れます。それがスチームパンクや。実はパパサワさんもこの時画面外で作っております。歯ブラシを使い、さらに汚れを増していきます。おやおや、夢中になりすぎて画面のことを忘れております。実はパパ沢さん、なぜか息子に対抗心むき出しでやっております。ブックボックスに仕込みライト用の穴を開け、さらにその上に装飾していきます。本の両端にアクセントとなる飾りを装飾します。ちなみにこの装飾品は2つで100円。そしてここで花束の造花も接着。おっと、亀甲縛りでもするのでしょうか。縄を取り出して本を縛ります。出ました、高速プレイ、そして放置プレイ。こちらの街灯のオブジェも100円です。拘束し放置した本にぶっ刺します。はい、ということで完成しました。100均で作ろうスチームパンクオブジェ、まあ、これはですね、まあ、こだわりはございません。思いつきです。ただ、使ってる材料費、まあ最初ね、こう今日初めましてなんで結構買いましたけれども、実際に使ったのはまあ半分にしたとかちょっとだけ使ったとかも関係なくして全部で900円ですね。そしてパパ沢さんの作ったものはこちら、すべてで1300円となっております。女性受けを狙った作品らしいです。私は神に授かった力によりあなた方の未来をお伝えしよう。本日は7月30日生まれの男の子、君の近い未来を占ってあげよう。君のカードはこちらだ。一人威張ってるけど何でもついてこい。君はワンマンになりすぎたようだ。君は誰にも慕われていない、一人ぼっちになるであろう。一人威張ってるけど何でもついてこい。おやおや、今夜も仲良しなピエロの兄弟が何やらモテるためにいろいろ試しているらしい。ザ・ピエロブラザーズ。これがな、ため取り最後だから。長かったピ。長いだろ。長かったピ。もう俺らのこと見ることないかもしれない。本日最後だ。
もう嫌な予感しかしないピこれな、なんピやっぱり女性って優しく包み込まれる男が好きなんだよ。確かにピだからこれをさ、じゃあ上に投げるからさ、優しく割らずに、もう女性だから割りやすいの心が、わーお心だと思って、パッと優しく受け取る。わかったピもう危ないよくないピ割らずに優しい、できる男を目指せ。頑張るピ頑張るピ割るなよ。いくぞ。割らなかったら兄ちゃん交代してやるから。よし、行くぞ。絶対交代するっぴ。うっ、うわっ、しゃしゃしゃ、よし、やったっぴ。じゃあ行くっぴ。はい、おい、問題だ。嘘だろ、おい、嘘だろ、おい。筆下ろししてもらえな。行ってくるピーさあ、本日もありがとうございました。それでは皆様のコメントを見てみましょう。今日の動画もめちゃくちゃ面白かった。ピエロブラザーズ最高、いつも楽しい動画をありがとうございます。ペコ、そろそろみんな僕のことも触れた方がいいよ。やきもち焼かない。息子が今日はピエロブラザーズだけでなく国の時間そのものを楽しんでいました。ピエロはいつも通り笑いまくりです。国の時間のファンが増えて嬉しいです。息子、もっと楽しいことを教えてあげようか。それはね、あだやめろ、アダルト言うな。自分が言ったじゃん。あ、チャンネル登録お願いします。本当にうんちだね。